愛知県岩木祐介です。師匠は小林信晴選手です。学生時代はインターハイでスクラッチ8位が一番のベストです。セールスポイントは持久力です。今強化中のところはトップスピードです。えっとデビュー後ここまで紹介したレースの感想は、まあ、最初決勝に乗れて良かったんですけど、そこから決勝を外すことがあり、そそれから積極的にレースを組み立てることによって毎回決勝に乗れていると思うので、優勝を目指して頑張りたいです。 僕の積極的に走っている姿を見てほしいと思っています。応援よろしくお願いします。大阪の福本圭太です。師匠は東起一馬さんです。僕の大学生時代の競技の実績は、えっとスプリントでえっと一キロタイムトライアルでインカレに出場しました。僕のセールスポイントはダッシュ力です。現在強化中のところはジャスを高めるところにあります。デビュー後ここまでまやってきて ええ、まあ、先行であったり、そういった勝ち方を使って、えっと、勝ちをちょっと少しずつですが。重ねることができているので、これからもより強い先行選手となれるようにやっていきたいと思っています。えー、これからもお客様には、ええ、先行で。まあ、車検に貢献できるような発橋ができるよう。やっていきますので、応援のほど、よろしくお願いします。宮城の百十九期の,の加藤琢磨です。えー、師匠は、ええ、荻原直人選手です。 えーと学生時代の競技と成績はえーとまあ、一番いい成績がえー、っと全日本選手権の1キロタイムトライアル2位っていう成績ですね。えーとまあ、セールスポイントまあ、まあ、自分は結構ダッシュ力に自信があるのでまあ、そこを見ていただいたらいいかなと思います。はいえーと強化中のところはえーと自分はダッシュ力あるんですけど結構後半の方で結構 た、まあ、れることが多いので、まあ、そこを後半の開始ですかね最後の上がりタイムもよくするという面で極地球力の強化に今取り組んででいますすそうですね、まあ、自分は尊敬している選手が深谷智弘選手と竹内優作,作選手なので、まあ、あの方々みたいに、まあまあ、ジャンからもうすかさずまあかましていってそのまま逃げ切れるような選手になりたいと思っているので、まあ、あの方たちに追いつけるようにもっと脱出、まあ、力はまあまああ鍛えられている,るので。まあ 後半もそのまま握り切れるような持久力をつけていきたいなと思っています岐阜の村瀬山本です師匠は長井清文さんです学生時代の競技と実績は自転車競技部に入っていて競輪種目で選抜大会で優勝していますセールスポイントは自分は脱出力があるのでその脱出を生かした クリア先行ができることです現在強化中のところはまだパワー不足なところがあると思うのでそこを補うためにウェイトトレーニングなどを知ってパワーをつけようとしていますデビュー後ここまで超過したいレースの感想は、まあ、最初のデビュー戦で落車したのもあって 成績が落ちた時があったんですけど徐々に上がってきて前回の名古屋では優勝できたのでまあそれを糧にして頑張っていきたいと思います119期梅田和也です師匠は石井武史選手です学生時代の競技と実績は高校野球をやっていたんですが 自転車経験はありません、えー、セールスポイントは、えー、どういった展開からでも1着を取りに行けるような時代性のある選手を目指して練習をしているのでそこがセールスポイントです、えー、現在強化、えー、中のところ、えー、これもあのやはり競輪ライン競争なのでしっかりラインで決めれるように、えー、ペースであったりゴール前まで、えー、しっかりスピードを維持するっていうのを、えー、今強化を意識してやっています デビュー後ここまでやってきたレースの感想なんですがあのしっかり練習で意識してやっているところをそのまま本番で出せているかなというふうに思うのでしっかりいろんなあの作戦戦略の幅を広げて今後はもっといろんな戦い方をしていきたいと思っています。まあ、今回は平塚初めて走るんでですけどもあの神奈川地地元元なののしっかりと地元の 先輩方を連れて決勝まで行けるように頑張って走りたいと思いますよろしくお願いします